はい。それでは、北九州記念、札幌記念。えーと、ワック順はまだですけど、安上と、えー、出走馬決まったんで、事故調査を行います。よろしくお願いします。はい。えー、ついに帰ってきたモレちゃんってことで。おーい、ばあさんや。ついに、去年札幌で活躍したモレイラが帰ってくるぞよ。えモレイラ誰だ、それは。 モレイラを知らないのか。去年札幌でほとんど勝ちっぱなしだったやつがいるじゃろうがよ、外人で。ええー、ああモレちゃんのことかなも、モレちゃんモモレちゃんというのかああ、そうだよ。デモールはデモちゃん、ルメールはルメちゃんだ。モレイラはだからモレちゃんだよ。ああ、そうなのか。いや、でもばあさん、ムーアのことはずっとムーアって言っておるが。 ムーわはムーはしかめないぞ。ムーちゃんでもいいけど、ムーわはムーわなの。とにかく、モれちゃんってこれから呼んで私わからないから、モれるのと。あ、そ、そんなに怒らなくてもいいじゃないか。いやだダメだ。モれちゃんって言ったらもう、れちゃんなの。もうそれじゃないと通じないの、私には。ああわ分かったわかった。ちょっとトイレに。いやちょっともうちょっと待って。話を聞け。大体じいさんを毎回それでな、 毎回話をごまかしてトイレトイレとか言ってるけどな、いやいや、ちょっと待って、本当に漏れるんだって。いやー、だめだだめだ。今日は逃がさんぞ。もう漏れちゃんだ。もう漏れちゃんだものでいいんだよ。もう、漏れいら、もう言わないでちょうだい。あ、おばあさん、ちょっと早くトイレ行ってくらあーはー、漏れちゃー。ええー。漏れちゃったよ、おばあさん。ええー。あんた、わざわざ。 おもつ履いてないのかねあ、あ,あだから急いでダンジトイレよ。今日はちょっとパンツしか履いてなくてじゃな。ええー、あんたしかもチャックは開いとるやないかあ、あ,あ染み忘れたんじゃ。んじゃからじゃな。ええー、もう、また、もう、もう、もう、お服が台無しじゃないか、お前のせいで、こら、お前。ああ、ごめんよ、おばあさん。 ごめんなさい。でもばあさんが話を。いやーそんなやらけいらんわ。お前、とりあえずおむつ入ってこいよ、お前。いや、だから、そのおむつもいなかったんじゃよ、今日。えいま、とりあえずおむつ買いに行こうか。そっからやな話は。あーまだ続くの、この話。おむつレッジェゴー。 はい。えー、それでは、事後調査、出走表を見ていきましょう。えーっと、北九州記念から行きましょうか。って言っても、正直、えーっと、まぁ、あえー、出走馬決まったんと、暗状なんで、今のところ特に変更ないかなと思ってます。えーっと、本命確かブダイヤヘイロー中っ,って言って、まぁ、あ、本命候補ですけどね、まだちょっとわからないんですけど。 ちょっとね、他に面白い馬は、まあ、トートが、ちょっとまだ枠順、まあ枠順も正直ね、小倉、えー、大外全然振りでもないぐらいのレースなんで、まあちょっと18度当てなんでね、でもそれでも外出し決まるね、えー、小倉らしい馬場なんで、特に枠順はね、その目気にしません。まあそれは馬にとってね、外外が宇宙がいいってのがあるんで、またそれ枠順決まってからもうちょっと印打ちたいと思います。 うん、一応、ええー、と、CBC 賞、えー、まあ、去年はね、CBC 賞からここポカしたラバーズポイント等々ですね、ちょっと面白いものを拾っておきましょうね。逆に今年 CBC 賞、ちょっと、えー、7着、残、えー、惨敗したんで、えー、巻き返しあるかなっていうのと、えー、あと、ラインスピリットですね、こちらも一応押さえておきましょう、えー、前走ええー、と、アビス様ダッシュ、えー、ちょっと見ときましょうか。 えー、アイビス様だし、マインリーミーティア買ったレースなんですけど、エラインスピリット、えー、この馬が唯一内枠から頑張った馬。えー、最後ですね。えー、黒棒ですね。えー、と、もうやっぱ一番、えー、内枠やったんで一番ロスした馬なんですけど、まああのピンクのメンコ被って一応6着ですかね。まあ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 最後足、上がり3位の足使ってますし、まぁ、あえー、一度り考えてもやっぱりこの馬が一番、えー、強い競馬したんじゃないかな。ちょっとそれは1着と離れてますけど、 まあまあまあ、ええー、ここ使って次可能性はあなきにしもあずかなーと思ってます。で、えっと、ちょっと爆心低用がちょっとこ今回ね、休み明けやったんで、ちょっと今回まだ印打ちづらい。あと、ファイン、ニードル。まあ一応印打っておきましょうか。まだちょっとこの程度ぐらいしか打てないんですけど。はい。で、えっ、ー、と、東海戦争特注場って言って、 てましたで、ね、トックチューバー、東海戦争、丸田さんかなぁと思ってた期待したんですけど、丸田さん、えー、そのまま新潟へ流れ込むってことで、西、誰が来るんかな ?52 キロって言ったらある程度乗れる化粧限られてんかなぁと思ってね、アンジュ見たら極、キワ極キワンダかーうまいなぁ。キワンダはこれ。これはキワンダ。いや、選手もね、まぁ、あ、ちょっとダートの方が強い子なんですけど、いや、でもね、 この軽量なら、ほとんどハンデと変わらないんで、まあハンデなんですけど、えー、この金、あ、軽量というか、金量なら、えー、キアムくん、いつも通りの金量に近いんでね、えー、いつも、えぇ、だいたい未勝利戦とかでだいたい2キロ減ですかね、今、2キロ、3キロ、2キロかな減で走ってるんで、まあ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 、いつも通りの、えー、競馬できるかなって。ここでね、55キロ、56キロ背負ったらちょっとキアムさんしんどいなと思ったんですけど、ここ52キロで極めるってことで、これはいいかなと思ったやつ、プラスですね。はい。 馬自身のプラスっていうか、騎手自身のプラスですね。いいと思いますよ。前走から置きの52キロ、悪くないでしょう。で、えっ、ー、と、前回言った通りね、前走、えー、バーデンバーデンキャップから、えー、お外ぶさして、これは完全にここ見据えてのレースでしょうってことで。まあちょっとね、人気、あるいは能力考えた若干劣取面をあるっちゃあるんですけど、まあでもこのね、えー、G3 といえども、えぇ、ー、1200メートル何が起きるかわからない。しかもハンデ戦。しかもローカル競馬。何が起きるかわかりましん。東海戦争押さえておきましょう。はい、九州。 えー、特に九州というか小倉ですね小倉の戦に、えー、確か強かったぞ野中さんとかねはい頑張って頑張ってくださいはいねもう頻馬のワンツーでもユーザもダイアンヘイロー東海戦スでもユーザーもヒンバ馬が強いとなて言うんでまあ確かにこのレースもね結構頻馬絡んでくるんでね掲示板は結構捉えてきますはいまあ掲示板じゃちょっと化けにならないんですけどうんはいこんなもんですかね、えー、ちょっとやっぱ東海戦争いまだにちょっとまだ期待してます、えー、枠順、えー、どうでしょう、えー、うちはあまりよろしくないかなこの前にとっては、えー、外 えー、グリーン、オレンジ、ピンクどっかですね。14番。ちょっとそっちすぎたら嫌かな。12番、14番。まあ、16、18でもいいやとりあえず偶数。あ、トイレ。希望でお願いします。はい。こちらはこんなもんにしておきましょう。次、札幌記念行きましょう。こちらもほとんど、えー、変えてません。っていうかそのままですね。えー、本命サウンドオブバースね。 休み明け、なんでここね。2000メートル、なんでここ。はい。なんでここ、なんでここ。なんで大商店じゃなくて、この札幌記念から始動。なんで,でなんであんじゃよ、このりさん。なんでなんで答えは一つ。ここを勝ちに来てるから。はい。 今まで勝ったレース、花水月賞の条件戦が精一杯。まだ2勝。ね、賞金は十分あるんですけど、えー、このレース出てくる。ね、京都大商店今、今まで通りね、たった議題にしてね、えー、天皇賞秋とか、ジャパンカップを目指してないってことは、えー、ここ出てくる理由一つがありません。もう勝ちに来てます。はい。距離何とか言いますけどね、距離短いんちゃうのとかいろいろありますけど、 そのための役のりさんです。何をするかわからない横のりさん。で、ここね、結構、えっ、ー、と、花奪い合うっちう話出てますね。マイネルミナのとロードバンドラとですね、なんか花、えー、こだわるって両方言ってるんで、ここ前潰れたら結構しめしめとサンザワースがね、スパーン言える可能性あると思います。はい。 えー、まあ、ちょっと前目のっけばそうですけど、えー、どうでしょう ?4、5番手追走からね、えー、いや、使ってくれると思います。まあここね、正直、まあ勝ち負け勝負なんで単勝勝負でもいいかなと思ってます。で、あとは、えっ、ー、と、このようが仮にここでね、全くの参拝するようであれば、正直もうね、今後の、えー、っと、まあ、えー、ジャパンカップは言い過ぎですけど、G1 舞台とかですね。もう正直もうここで負けてるようならもううまみないですわ、正直ね。もうね、あ、明らかに去年よりはもう、 一昨年かなピークは過ぎとるんで。もうね、去年みたいなジャパンカップ2着とか、有馬記念ね、好成績とかもないと思いますがまあ、この有馬記念、去年の有馬記念は完全にジャパンカップで使いすぎたんで、周りの記念もちってやった話だけなんで、特にこれがね、旬過ぎてるとかはありません。けどね。ただやっぱピークは過ぎてるかなと思いますね。えー、この京都大商店とか完全に叩き上げやったとか、こんなの大体わかるんですけど、見てたらね。はい。まあまあまあ、ここはほんまに本気だと思いますがとりあえず勝ち負け勝負してくると思います。よくのりさんね。はい、頑張ってください。 で、えー、っと、特注場にマウントロブソン、えー、こちらも太鼓まで上げましょう。えー、お望み通り、えー、ネオリアリズムが、えー、ここ回避したんで。はい、モレッちゃん。はい、モレッちゃん来ました。ホリーさんに最強会社来ました。札幌にモレッちゃん。はい、来ました。はい、来ました。ただ本命は言い過ぎかなと思ってますわ。はい。ちょっと馬馬なんでね。はい。 うん、うん。いいと思いますよ。はい、もれっちゃん。はい、来ました。はい、待ってました。もれちゃん、もれちゃん。めっちゃ乗るやん。20くらいか。すごいな。札幌にはね。ちょっと今年はね、えっ、ー、と、珍しく、今年じゃない。ごめんなさい。えー、どこやったっけもれちゃん、もれちゃん。あ、あれもれちゃんのニュースの前にさっきこっち見てけましょうか。条件実績別。はい、総合。すごいよ、これ。勝率31%。これはよくい。 これはえぐグいすごいこれ。すごい漏れてるわ、これ。すごいね、札幌。まあ、東京とかもおったんやけど。いや、やっぱり札幌やね。24、16、8、25やろ、これ。アホやで、これもう。もうアホや、これ。アホの領域や、これ。すごいで、ね。もう見てばっかりだよ。新馬線だがほぼ漏れちゃうんだったら、堀さんとこ、しかも、これ漏れちゃうだけやからね。これに、堀さんとこで乗らしたらほぼ本気やからね、これ。これもっとそれ高いと思う多分。35パころちゃうと思うから。堀モレイラ、将来の鉄板式。 法定式じゃない鉄板式だいね。これすごいよこれ。 で、まあ、注目してたんですけど、一応ちょっとおまけで紹介しておきます。コマはちょっと短すぎるんで、えっ、ー、と、一応ここでホリモレね、えっ、ー、と、ノーバルーナとイルシイルーシブグレイスですかね。2頭えー、土曜日いるんですけど。まあ逆にね、こういう、えー、他のレースですね。こういう他の中級士のとこはあんまりね、基本、過剰人気はするんでね、漏れちゃんだけで。で、あんまりもう見ないんでね。まあ、うならもうガチガチでももうホリさんとかだと私は思ってます。これ独断と変形ですけど。札幌でももうホリモレらですわ。で、ノーバルーナちょっとね、まあ、 ちょっと見てる限りあんまり安定してんでやっぱこっちですね。やっぱ新馬戦がやっぱ期待しますね。1. 何倍とかでも買った方がいいんちゃうかなと思ってさ、ちょっと期待値下がるんかなあんま買い続けたことないんですけど。えー、イルーシブグレイストレート押さえておきましょう。ディープサンク。え、もうキャラットファーム、ノーダンファーム、ホーリモレイラ。もう鉄板でしょ。多分単勝下手しもも1.123ぐらいだと思いますけど。まあ、買っておきましょう。 買っていいんかなうん、買っとこか、3連打頭で適当に流すかぐらいですね。で、日曜日行っていきましょうか。え、日曜日、サトノビクトリー、え、ルーカス、フォギーナイト、アードベントス、マウントロボソンってきます。で、まあ、マウントロボソンはちょっともう紹介したんで、割愛させてもらって。えー、ここ誰狙おうかなと思って、やっぱりここやね。注目は。はい。札幌5レースもこちらもしいません。はい。ルーカス、はい、もうすでにもうね、前も努力してます。はい。ここどこですか はい。ここ誰ですスクリーンヒーローに、メジロー・フランシスですね。もうこれ分かってますね、皆さん。はい。もう分かってますね、皆さん。メジロー・フランシス。はい。そうです。もうリスのところです。全音出ました。はい。出ましたよ、これ。これはもう単焦1点1倍ちゃうか、これ。これ副1 1倍、副勝1点でややこれ。これはエグいやろ、これ。で、えー、やっぱこういう馬なってくるとですね、流血馬っていうか、そしたら馬なってくると、もう合わした相手が、新馬といえどもですね、もう容赦なくね、 もう経験法なネオ・リリアリ・ズムと合わせてますよこれやっぱりね、誰と合わすかでやっぱね、素質はね、変わってきますよ、これ。ね。ね、新人のね、野球部のね、ペイペイが入ってきてね、ちょっと、ちょっとね、1個目の先輩というもね、ベンチスタートの先輩とキャッチボールするよりは、そらそらプロ野球の選手とキャッチボールしたかがそらええわ、そら。うん、そら練習になるもん。うん、そういうことや。わかるうん、俺はわかった。うん、それで俺は理解した。わかるこれ。わかりますかこれ。ね。 なんぼね、3歳の未勝利バ、えー、え500万クラスの馬と合わせるんより、このネオリアリズムさんも大先輩だとあったら、そらええんや、そら。そらええわいや、そら。そらええわいや。なんか言うたこれ。もうそらええわ、そらそやろ。そら俺も、そら俺も。そんな一個のね、ベンチスタートの先輩と俺キャッチボール、そら嫌やよ、そら。そらって俺プロの選手とれたよ、そら。そらみんなそやね。まあ、そんな感じや、これ。うん、そんな感じや。何言うておかいそんな感じやわ。はい。 はい、こんなもんですかねえー、今回の、レム、ルメ、モレ、モレちゃんちゃゴム、モレちゃんの勝負です。こんなもんかなうん、戦2レースぐらいしちゃいます。あとちょっとね、ただこっちね、結構、まあまあね、注目の馬出てきますね。えー、まず、オールフェーブルサンクのアルドーレ、えー、さらには、ここ結構新しい馬出てきます。ーシンフラッシュサンクもいますし、ローエングリーサンク、あと、マイスターシャーレとかディープインパクトのサンク、しか、もアンジョルメちゃん。えー、結構ね、えー、ちょこちょこっと人気出そうな馬がるんで、1.1はもしかしたら、えー、避けられる可能性もありますね。逆に美味しいかなと思います。 ポケルキンカミで、こちらも注目ですね。リシューブルですね。リシューブルですね。ごめんなさい。えー、金紙にラストグルーブですわ、これ、えー。ラストグルーブね、えー、とうとう来ましたか。第1号ですね。ラストグループえー、ラストグループといえば、えっ、ー、とね、現役時代は、えー、ほんまにもう、チュッティしたんですけどね。一戦一勝で、引退。いやー、これは見たかったんやけどね。もう、すいません。は、ダメです。って帰っていったんで、うわ、そうですか、えー、ってね。うん。ちょっと待てなかったね。金紙に、 8G ディープインパクトですね。はい。リッシュブール。これもちょっと登録しようかな。これやっぱいるね。いるかもしれんね、これね。はい。で、あとは、あとはもう一頭ですか。はい。こちらで7ぐらい一応マイハートビートも一応見ておきましょう。えー、お母さんがトゥーピー。わかりますね、これも。サトノラーゼンとかね。サトノクロニクル。はい。もうこちらも5000万円登録しているんで、丸くないとね。まあ、ただやっぱでも新馬戦で言えば、やっぱディープサンクか、あるいは、丸加ルーカスが勝つかどうかってとこですね。はい、もうここですわ。はい。 ということで、えー、と、おさらいしておきましょう。またこれ、えー、と、土曜日の時にトッ本ちゃんの放送戦でよろしくお願いします。えー、まず北九州記念、もうほとんど変わりません。まあ、こちらちょっとゴロゴロ印し,しましたけど。ダイアンヘイロー変わらず軸、えー、東海戦数が特注馬、あと3り今印しておきました。はい、またこれ本ちゃんでゴロゴロ変えます。札幌記念、こちら変わりありません。はい、サウンズ・オバース、えー、本命。で、対抗にマウントロボソンをあげました。はい、掘り漏れってことで。 はい。えー、また土曜日に会いましょう。ちょっとすいません。今回内容なかったですけど、失礼します。ご清聴ありがとうございました。